皆さんこんこにちはやっとまあコロナウイルスというかですね武漢ウイルスがもう日本ではまあ終焉しつつあるというか、まあ、もう少なくとも東京は36人とかですねそれから日本全体でももう500人を切ったところがもう11日以上続いているということで。 まあこれは本当にあの今でもですね今までももう本当に少なかった世界の各国と比べればですね非常に少なかったわけでまあ日本にいるとですねもう毎日が何か何百人何百人というようなことで日本のだけを見ているとなんか日本が一番被害者のように言ってますけれども私はねあのこの放送 放送というかこの、まあ未来ネットでねあのお話してなんかあのイタリアのミラノで聞いてる方がねいましてビスコンティエ直美さんっていう方なんですけどこれは私にあの昨日メールををが送ってきましてまあ前にちょっとねあの手紙メールの交換した人がしたんですけどあやっぱりイタリアはですねやっぱり今もすごい人がね まあ感染してあるいいは死者も多いと今475万まああの感染者がですねそして死者が13.2万人とまあ日本の1万8,000人の比べると10倍いるわけですね死者がですねでまあ感染者も3倍2倍3倍ぐらい。 大変な状態でまだ未だに苦しんんででいるようなんですねでそれでですね彼彼女は非常にこう、まあ、今のイタリアのドラギ政権っていうのをね非常に批判的でですねこの人が、まあ、まさにディープステートっていうかですねこうそういうゴールドマン・サックスの副会長なんかやった人でですねで まあ政治家の体,体験がないのにですねいつ,いつの間にかまあ支障になったということでこの人がですねなんかグリーンパスっていうのをねあの作ってで全部注射をまあ強制してですねあのそしてそれをなければねあのいけないという定職になるとかですねそういうことさえやってるということを非常にこう批判的に述べてましてですね まああのやはりこれをですね今抵抗しているまあ保守の人たちが多くてですねそれを彼は彼女はわざわざ「侍」っていうような言葉を使って日本人みたいなねこう日本人がですねそういう人たちの。 まあなんか代表みたいなことでしょうかねそういう「侍」なんていう言葉を使って今抵抗してますということを、ね、言ってるわけで,すで、まあ、この方が、まあ、私のまあ考え方を、ね、あの非常によく取ってくださってるようなんですけども結局民主主義と言いながらですね非常に少数派しか少数派を重視しすぎてですね そしてその少数派から発する一つの強制的なですねこう、まあ、まあ命令をですねそういうことでこう人々を拘束しようとするというねそういうことなんで、まあ、いくらねあのこの、まあ、いわゆるこれにかかった人、感染者がですね 多くたって言ったって人口から比べれば非常に少ないわけですよねあのイタリア全体から言うとそうするとその全体をも拘束しようとするつまり少数派がですね全体を拘束しようとすること自体が非常に今もう世界中問題になるわけですね。ですからそういうことは結局何かっていうと。 まあある意味でで少数左翼がですねやはりまあそれこういうまああれですねあの病気を疫病っていうかですねこれを盾にして全体を矯正するというねでこういうことはね実は言うともう戦後ですねずっとあったわけですね。つまり 共産党やですね、あの立憲民主党って非常に少数派ですよね、日本でも。それから各地、大体そうなんです。しかしそれがですね、いつの間にかこう、多数派のような格好になるのは少数派を。こう、その大きく見せると。で少数派が多数派なんだみたいな、そういう錯覚をね、人々に与えるわけですよね。だからこれはもう民主主義じゃないんで。 だ民主主義と言いながらそういうことを言うっていうことは民主主義はそういうことだというふうに思わせてるわけでね。でこれはもう本当にあの少数戦後がまあユダヤ人たちがですね特に少数ユダヤ人ってまあ今のこうゴールマン・サックスもいろんな意味でディープステイトがそういう人たちがやってるわけですけどそういう少数ユダヤ人たちがこう自分たち の世界にするために一つの強制的なこうまあそういう法律なりねあのまあ <laughs> 命令を出してこう人々を従わせようとするわけねこれはもうバイデンなんかもそういうところがあるわけですねだからやはりそういうことになっちゃいけないわけですねでまあそのそれをこう彼は彼女はですねしっかりとこう 言っているると見えるわけですで私はねだから今回ま,まあ選挙もあってですねいろいろと争点があるんですけどやっぱりね日本はこれだけけ成功したわけですよねこうまだもうこういうイタリアなんかの日本の人口の半分ぐらいですからねそこがこれだけ日本の10倍死んでるっていうようなことはちょっと。 まあもちろんイタリアはまあヨーロッパの中ではですねまあ一応 G7 に入ってますしまあ生活は快適ですよねこうまあもちろん貧富の差があるということは言いますけれどねだからそれに比べるとにまあフランスもそうですよねフランスもやはりもう結構多いわけでうく百723万人いてですね11.8万人ですから死者が。 約10倍8倍ねだからヨーロッパは全体そういう日本の10倍いるわけですあの死者がいるというところで日本というものはですね非常にこう G7 の中でも最高の成果を上げているわけでこれはもう安倍さんとかねあの菅さんがですね頑張ったおかげなんですよ。 でそういうこともねやっぱりしっかりと知らなくちゃいけないつまりメディアはですねほとんどこういうことをねあの成果を言わないんですねですから日本はですねそれだけ成果を上げてるそ,そしてオリンピックもやったしですねそれからやっぱりまああの私はねあの学術会議のですね6人をこう まあ、会員しなかったということをね、菅さんがやった。それに賛成し,しているわけですね。非常に私も学術会議に入れるわけですけど、全く関係ない状況にあるのは、あの、私がやっている。まあ、あれがですね、学問が、まあ少数派の学科だっていうことなんですけども、やはり。 なんかね、こう、民主主義じゃないんですよ。で、誰かがこう推薦して、ね、いつのまにか出来上がるような、そういうこう、まあ、左翼のボス公みたいなところがあってですね。そういうことの、あの、まあ、組織じゃダメなんですよね。本当の学問というものをね、基礎にしてないと、私は見てるわけです。で、今回、それをね、下村さんという政調会長に、私は、まあ。 行ってですねあの中山さんの清子さんの仲外で,ですね、で下村さんにあの励ましておいた来たんですけれども今度それがですね高市さんがなったんで,す、ね、政調会長ですからおそらく政調会長っていうのは非常にそういう基本的な政治あるいは方針を出すところですから私は大変あの喜んでいるわけですね。 まあそういういことでですねこの一連のですね流れっていうのは日本っていうのは非常によくやったと思うんですね。で,でそういうことはもう日本だけではなくて世界の、まあ、注目の的になっていると私はまあ考えるわけですね。それから私はまあちょっと宣伝ついでですけどもというかまあこの最近まあこれを書いてこの前ちょっと予告しましたけれども。 あの荒ぶるスサノオというのねでこれはあのスサノオがですねどうも神話の中でですねあの、まあ、早く来た果たしっていうかですねこうつまり、えー、結局古事記や日本書紀にスサノオが出てくるわけですけれどもこれがですねやっぱりあの時期に非常にあの力を持っていた果たしがねずっと そういう,こう神話の中にですね日本,日本のこう伝統のとともにそれと異なる、ね、人人物を入れてですねそしていかに彼らがですねあの日本の中に同化していったか菅野っていうのもですね出雲に行ってねであのまあ 基本本的に日本に日同化していくわけですね最初の彼は和歌を歌ったということをこの前言いましたね。ですからこういうあれ,あれだけのですね、まあ、ユダヤ人が世界で嫌われてるっていうかねあの、まあ、追放されたりしながらも日本に同化していく過程があるんだと。ですからスサノオの性格がですね やっぱり日本化していくっていうことをねこう基本的に取り上げてですねそれがいつの間にかの神話の中に入っているというでそういう過程がですねじっと言うとあの日本にあったこれはもうもともと世界の人々がですねまあアフリカから、まあ、抜け出してそしてまあ基本的に まあ多くの人々がですねそう移動しながら国を作っていくっていう過程が世界がそうなんですね。で必ずそこにユダヤ人が入るっていうのは一つはですねまあ何度も言ってますけれどもアフリカからですねユーラシアに行くためには必ずイスラエルのあるところを通らななくちゃいけないけ、ね、だから当然あ,あそこにある国の人は常にこうあの 追われる立場にある,わけあるいは戦う立場にあるわけですねそしてそこからですね彼らが世界に散っていくそして日本という国はまさに日が昇る国ですから、まあ、そこにやってきたそのやってきたユダヤ人たちが日本では完全に同化していこうとするそれは結局日本という風土がですねそれだけまあ同化するに値するそれから同時に人々のそれまで 長い間いた縄文人というかねあの日高巫国というまあ太陽を昇る国に来てきた人たちの心理生き方が彼らにが合わせざるを得ないあるいはそれが理想的だと思うねそういうことになってただから私はね、まあ、今度ユダヤ人のまた。歴史を 核羽目になったんですけどもやはりあの唯一ですね世界に反抗していたユダヤ人が日本だけがですねこう吸収されていくそしてそこでまた活路才能を発揮していくというねそういうことがね言えるんだろうとう、ねまあ、そういう意味でも非常にあの、まあ、そういう意味でもこう一つの呼んでいただけるだ,だから荒ぶる神っていうのは彼らなんですよ、ね ユ <laughs> ダヤ人がやっぱりそういう性格を持っていたからね。それから一方ここにあるのはですね「あの自然」っていう本なんでこれはあのヨーロッパで出たんですけどまあ,あの英語で出たんですけどこれは「日本の宗教」っていう本を書いたそれの英訳なんですがこれで言いたいのはね「神の代わりに自然があるんだ」と。 そういういいことを、ね、ヨーロッパ人に訴えたいんですよで神っていうと必ずですねやはりそれがですねこうまあ一神教だと全部イスラム、ね、ユダヤキリスト全部違う本来はユダヤ教がユダヤ人が作った神なのに全部違う、まあ、今争ってるわけですねだから必ず神を作ってしまうと やはりそれは幻想でであるだけにですねやははりそれはもうまさにそこを巡っての戦いになってしまうんですね。です。幻想だっていうことをねまあ言うともうほとんどのヨーロッパ人イスラム人敵にしちゃう感じしますけれどもやはり日本がそうではないっていうことをね 書いたわけですでそのその書いそういう自然道というものをね書いてる日本人の歴史を書いてまあそれからまあ我々からのユダヤ教やキリスト教に対する批判をね書いてみたんです。まああの英語がどの程度、まあ、あの我々の英語が通じるかで、えー、また、まあ、英語を直したいとは思うんですけど。 しかしやっぱりこれをですね、まあ、イタリアの本屋からねちゃんと出したいということが来たんでまあそれを受け入れたんですけどもとてもうれしく思ってるわけまあつまり日本のあり方をね世界的にこう示していこうというねことなんです。まあちょっと前置きが長くなりましたけれども、えー、今日はですねやっぱりこういうまあ 時間といいうううのはただだこういう、ね、自表的な話題だけやってるといいうこはは僕は嫌いなんですねやっぱりそこにある種のこういちいちちゃんとした内容がないといけないとまた私はまあ歴史っていうものをずっとやってここはホモ・サピエンスに対するですね歴史に対するユダヤ人が書いた歴史に対する一つの反アンチテーゼとしての日本というものをねこう考えているわけです。 それでですね、まあ、今日はちょっとね急に皆さんも戸惑,戸惑うかもしれませんけど「遠いの入港」というねこういう、まあ、皆さんほとんど知らないと思うんですよつまりこの前に日本,日本と中国のまあ今交渉詩をねちょっと一方で書いてるんですね。 で一度、まあ、日本国史学会の方の、まあ、収録であのおまず金印という交部堤にあった金印が偽であるということを、ね、言いましてであれも結局日本人が来ていたかどうかわからないということを言ったわけですね。 いつのですね、日本のまあこの国からですね朝貢を求めてきたというねそういう話のこう、まあ、和の五、ま、穀、あ、というかですねそういうこの向こうの宗書に出てる日本から朝貢に来たというねそういう話があって。 まあそれに対して私はねまあこれ日本国史学会の方でやったもんですからまあちょっと専門的な感じしますけれどもこれもねどうも位まで官僚の位まで向こうにあの認証を求めてるなんていうこういうことはちょっとありえないじゃないかっていうね。でだいたい日本は随の時にはもうすでにあのこう。 証拠をししろというのを拒否してるんですよねそれからあの党との関係も遣唐使と言いながらですね国家関係はまあ,ある意味であの対等なわけですよね。ですからそういうことでね日本がもし中国にですね古代でね戦争にやられていたりあの彼らが攻撃してきたりしたらね まあ日本がそれに対して長考するっていうのはまあどっかの国ではですね兆考するのはまあ当,たり前なんだ当たり前というかそういうことになるでしょうけどそれ以前に日本がね中国とけん戦争したということないんですよね。だから日本人日本にやってくる単なるやってきたっていうことはあるでしょう、まあ、肝心がですね。しかしそれは決して調考をする何の理由もならないわけですね。 だだからあれも嘘だろうそれから「利守は人伝」っていうのもねこれはもう明らかに日本にの文献一切ない邪馬台国なんかがあるはずないんですよね。であれも中国だけの文献しかない。であれもまた著者の著者も日本に鎮守っていうのは来てないしですね朝鮮までは正しいけどあたは嘘,嘘っていうかねあのフィクションとしてしか考えられないんですね。 だからまだにもうどこだかわからないっていうのはまだやってるわけです。それは日本にその痕跡がないんですよね。神社もないしですね。だからあれも嘘だと。和の合法っていうのも嘘だ。それから金印も嘘だ。そうするとね、日本に兆候を持てる歴史なんてないと思うんですね。で、このトイの入港っていうのはここに書いてある1 0 1 9年です。だいぶ後なんですね。 しかしこれがですね白隙の絵の戦いのあとまあこれはもう662年ですけどもそれあと長い間まあ多少はいろんな人が入あの、まあ、攻撃するということは唐はねなかったんですよだから唐から一切日本に、ね、攻撃することなかったし唐遣唐使は行きましたけどねですから これもですねその党のは一度も日本にあの攻めるっていうこともないしですねだからそういうことがねやはりほとんどないとですから日本ににめる人たちがあの周りにいなかったとっいうことですねで日本から逆にですね朝鮮半島に行っていることは三冠征伐っていうのも分かるわけでそういう人たち事実として今もう認証されてますからね。 あ,のあそこにまあ,あでそういうことがねやはりあのまあ初めてこの「問い」の有効によってですね、まあ、これはもう実を言うともちろん唐中国自身じゃないんですけどねあの女神族なんですが大体ご存じのように唐っていうのはね戦辟族なんですよ。 だから、唐だ,だからって漢だ、漢族なんて誰も言え,あの言えないわけですね。あれは戦臂族、つまり周りの、まあまさにその、いわゆる、まあこれはモンゴルもそうですけどね。周りのこう、要するに民族たちがにこう入り込んでは、そこで政権を作っていくのがね、あの、 中国であるわけでですから党も肝心じゃないんですよでだからあの政権もですねこうまあ日本人はなんかありがたがってねこ遣唐使遣唐使って進んだ文化を取り入れたとんでもない日本の方が文化は進んでるわけですよねこれはもう仏像を見ればすぐわかるし鑑真なんかがわざわざ日本にやってきてるのでもわかるわけだね。だから逆転してるんですね。 だから日本の方があのしっかりとした文化を持ってる。で唐も確かにあのまあさまざまなものを作りましたけれども言っといとこの前ね縁ンの話をしましたね、まあ、覚えてらっしゃるかどうか知りませんけれども縁ンはまさにその荒廃した道教の王によって武帝、ね、あのによって。 仏教がすべてぶっ壊された壊されたとそしてあらゆる坊さんたちがねあのまあかわいそうに、えー、みんな同居をさせられたりね全部そのお寺から追放されたわけ、ね、でお寺自身も壊されたわけとんでもない事件があったわけで、ね、これについて皆,皆さんにお話ししたんで。 もしお聞きになりたいとはちょっと前のね番組をお聞きくださればありがたいんですけどもとにかくそのすごい荒廃しちゃったんですね9世紀っていうのは。それでエーニンがもう「古事記のように」つまり「追われるように帰ってきた」ことをお話ししましたね。でそれがやっぱりもうすでに遣唐使をやめようっていう話になったわけですね。 で,ですから遣唐使をやめるということになって結局まあその頃もすでに日本は国風文化というかですね、まあ、日本の文化をこう非常に高めていこうとする今度はもうそれは78世,世紀にも始まってはいるんですけれども9世紀は今度は文学の方でねやっと言葉が 平仮名カタカナ、ねあのまあ、漢字というこういうものを使ってですねあの、まあ、日本の文,化文学を高めようとそれまでは和歌だけだったんねはっきり言って。で和歌を今度はその文章に仕立て変えていこうとですからそれが「源氏物語」になるわけですね。 まあ源氏物語についてはまたあの述べてもいいんですけどもまあいずれにしてもですねそういう文化が非常にあの日本で高まっていたと同時にですねやはり国をある意味で鎖国する格好になっていくつまり唐からもう学ぶものがないというかねそういうことをまあもちろん古典を学ぶとかね漢字を学ぶということは続いてたし儒教なんかをねこう をあの勉強することはついてましたけど、まあ、空海が明らかにそういうね「三教地域」という本でもうやっぱり仏教がまあ新しい儒教ね道教はダメだということを言っているわけですがまあそれ仏教は確かにまあでも実を言うとさっきエンニンが言ったように道教によって中国がねあの 支配されてるわけでもうそうなるとねまだものがないっていうわけでねそして彼の提言でなんかこれはねすぐさまその彼の提言でやめたわけじゃなくてなんかこうその読み方だあのその日っていうかね「日本気略」というのに書いてあるわけですね。で「日本の気力」「日本気略」というまああの いわゆる日本の六大歴史書といわれる、うんまあ、その中のですねで道,道真のこれはまあ菅原道真について前,前にお話ししましたね。で菅原道真という人はまあちょっと面白い人で、まあ、あこの人もどうも二たしだとですから二たしで武大臣まで上ってですね非常に嫉妬されちゃったわけですね。 で太宰府に追放された格好でも最初は古事記みたいな格好で生涯を閉じるということになるわけですがまあしかしそれもやっぱり二十歳の、まあ、ある意味でのこう日本におけるですね立場をこう示しているようなところがあるところがまあ非常に優秀な方でねまあそれをちゃんと認める天皇がおられたわけですから、まあ、日本でも成功した人なんですけど まあこういう人がですね、もう党なんか行かなくていいということを言ったんですが、まあそれはそ彼の言葉でしたけれども、すぐさまに決ま,すぐさま決まったわけじゃないということは、なんか研究が出てきたんで、ね、1990年,年の石井先生が書いていらっしゃるんですけどね。でも、その後ももう900、 年年あるいは年頃ですねもうすでに遣唐使が送られながらも、ま、日本がそれでですねその後ですねあのもうなんか唐の衰退っていうことをねこう知って上からご存じように907年唐、ね、は滅亡しちゃうんですね。 だからもう行く必要がないということは。で、それ以後ですね、国を閉ざしていたわけ。で、そこにやってきたのがね、トイの人たちっていうかね、トイの人たちだって言ってもですね、これは、この、ここにあるように、トイという日本のから見るですね、あの遺、遺的ですよね。ですから、トイっていう国があるわけじゃないんです。 でこのトイっていう国が一体何者かっていうのをねあの最初わからなかったのね。で高麗から来たのかなということでねわからないけれどもまあこういう入港というかねこれなんか、まあ、ある歴史家これは海賊みたいなものだと言うんですけども海賊にしてはね非常にあの規模が大きいんでね。 3,000人の兵士たちがやってきたわけでまあとにかくこうそのトイのこうまあ入港によってですねまあ一番被害を受けたのはもちろん対馬ねまあこれも対馬とか壱岐とかっていうのはちょうどそのまあ 通り道ですからね常にあの原稿の時もですねここが完全にやられるんですねだから私はね、まあ、一応対馬に行ったことがあるんですけど本当にねあそこ行くと決してそういう中国や朝鮮の影響よりもはるかに日本のねもうお寺も神社もきちっとしてあるんですねあそこは。 であの島こそですね対馬行きこそね私は日本の歴史上の非常にある意味での被害者のところでもあるし同時に参冠征伐なんていうねこうあの日本が朝鮮に行く時の必ずですね通り道でもあるわけですね。 それから近くはもちろんバルチック艦隊の日露戦争でやっぱり対馬を中心とした部隊になるからここは必ずね日本の一番歴史のですねあ,のある意味でのこう大陸に対するた戦いをやったところであるしまた被害者でもあるわけですがしかしそこが一番日本的なね こう神社仏閣がちゃんと残ってますし、ね、でそしてそこに行った人が大体関東から守りに行ってですねですから宗師っていうのはやっぱり関東の人なんですねですからまあもちろん二十歳も入ってますけれどもそういう人たちが行ってるわけですだからあそここそですね日本の守る、まあ、ある意味で典型的な場所 であるわけね一番進んだ先端の場所だっただからあれはね世界遺産にするぐらいのね国あの島だろうって言って、まあそこで市長に会って話したんですけどまあだいぶ前ですけどあその時堤さんなんかもいた堤さんいなかったかなまあいろんな皆さんと一緒に行ったんですけどぜひここはねあのまあ,あ いわゆる世界遺産に申請しろっって言ったんですけどそのくらい貴重なところなんですね日露戦争に勝った基地ですからねまあそういうことでねそこを攻め攻め入ってきたわけでねそれでまあこう3,000人、まあ、この拉致をされて、まあ、だけど数は、まあ、36人とかねそれから346人が拉致された。 それから遺棄を襲撃した息も私は行きましたけどねこれもやっぱり非常にまあ,あ被害をいつも受けてるわけですから立派なお寺もあるしですね、まあ、この時もあの東文寺島文寺というねで攻撃されて一生懸命抵抗しているわけで,、ね、で島民148人が虐殺されたと言われるわけです。 まああの対馬の方もね36人殺されたっていうわけですがで彼らの侵略っていうのは、まあ、この2頭だけではなくてあとまあこう、まあ、もちろん福岡まで来ているわけですね九州本土の、まあ、ちょうど大体原稿と同じようなこう博多に向かったわけですけれども。 しかしこれも博多上陸,上,上陸は失敗してしまうね。でこの時に抵抗したのが、まあ、平安時代ですからね貴族しかいないから弱いだろうと思うかもしれませんとんでもないんでここのところでですねまさにこの道長の、まあ、弟ですかね。あのでその まあ、この一族がですね藤原道隆というねあのこれは藤原の兄ですあの道長の兄です、まあ、藤原道長っていうのは立派な人だということをねこの前お話ししましたけれどもあの決してあんなおごった人じゃないということを言ったんですがその息子がね藤原高家ってこの高家がですね戦うわけですここの時にねで。ですから結局その 藤原のこの道長の息子がねこの問いの戦いで勝利をするというねこの,このことは強調していいと思うんですねつまり貴族が単に貴族ではないということですねで,で平安時代にもちゃんと戦う力があったということですでですからねまああの高江がですねあの これだけこう戦果が上がったということでね、まあ、これも,あのもうこの時期にですねやはりまあ恩賞を人々に与えるかどうかでねいろいろと議論があったわけですけど、まあ、こういう外国と戦うとね土地が別に増えるわけじゃないからどうしたってですね 恩賞の,、まあの問題がちょっとあの問題になるわけですね。しかしいずれにしてもですね今後の戦いで彼らが勝ったと勝ったことをね私はもっと評価していいと思うとねこういうまあ海賊まがいっていうとあれですけどもねこういう人たちに対してもこう日本はあの貴族たちが対処できたと。だから戦国時代の まあ鎌倉になってきた、なった、なって以後のね、原稿とも違うわけですよね。しかし、それでもこう、戦っていたわけで。まあ、その時もですね、やっぱり東、関東勢がね、こう、非常に、まあ、協力したと言われるわけです。で、このことは、まあ、この前言った、昭遊記なんかにもね、書かれていて、えー、 まあこの戦果をねが上がったことを述べてるわけですがまあこういうこの皆さんがあんまり注目しない戦いとはいえですねやはりこういう戦いがあったことはこれは実は言うとねまあ女神族といえ今だったらね中国という国はね58も民族があるんですよ。 でですすけどで入,れ入れ替わってんですねで女神族も中国の一部今なってるし、ね、とんでもない今モンゴルとかチベットとかですねウイグルまでこう取り組もうとしてもうまあ強制的にですね弾圧してるわけで、まあ、そこのところをですねやはりこういう人たちがまあ当時はまあかなり自立していたとはいえ日本までやってきた。 ということはね、非常にこれあのまあ注目すべきことでこうした人々がこう大陸からこう常に日本をねうかがっているっていうことこれはねやっぱり気づいたわけですよね既にもう日本は古くからだから九州にですねずっと言うと人口が少なかったんですねどちらかというとでそこに関東勢がみんな行ってですね 先盛りとして戦ってるわけだね。で、こういう事実があるわけで、今までね、九州が中心のような朝鮮からこうね、人々が来て、あそこにこう、まず文化が始まったみたいな。そうじゃないんですよ。あそこはもう結局常にこう、こういう外敵にさらされてるという意味があってね。それからまた火山が多いからね、そうこう、まあ、 落ち着いた場所じゃないんですね。まあ、このことはまあ,あのまた別の機会でもお話したいと思います。まあ、今日はですね。こういうこう、その問いの入稿という、ちょっとまあこの話をしてですね。やはりこれが現行の前で日本が勝利していたということをね。皆さんにお話したいと思います。まあ、今尖閣問題があって中国がいつ？ 尖閣に入ってくるか、まあ、あれもちろん台湾の問題が先にありますけどねやはりこういう中国と称していろんなこう民族があるっていうこともね皆さんも知っといた方がいいと思うん、ね、でそれがこう独立してくることもありうるわけですね。まあじゃあ今日は時間がまあなりましたんでこの辺でやめておきます。どううもありがとうございました 先生本編ありりががとうございいままましたた視聴者の方から質問が、えー、来てておりますす読み上げさせていただきます日本での感染者数が少なく済んだ要因として、うん、一人一人の日本の人たちが自粛を要請されればそれなりに外出を控え手を洗いうがいをしマスクをするといった基本動作を世界のどこよりも励行したからなのではないかと海外の友人と連絡を取り合っていて思うことがありました。 この集団としての統制はどこから来たのだろうと不思議に思っています。先生のお,かがお考えを伺ってみたいです。あ、どうも。いいね、こう、分析なんですけど。だけどね、マスク、こ、ま、ダーワーさんかな。いわゆる日本の研究者は、ま、日本がこれだけ少ないのは、マスクしてるおかげだって言うんだけど。そうじゃないです。そ、それだけじゃないんですよ。やっぱりね、清潔なんだよ、日本人は。 で、大体お風呂にね、まあ、ね、まあこう入るわけですよ、いつもね。お風呂入らない人いないですからねだからやっぱりこういうい習慣なんですよね。だから日本はもちろんだから意思的にですね、あ私なんかもそうだけど毎年は必ず風邪ひいてたんですけど今回2年間は風邪ひいてないんですねそれはそれだけ用心するっていうこともありましたけどね。 だからねやっぱり日本人の習慣と清潔さですよねこれはねやっぱり圧倒的ですだから10分の1で済むわけですよ。でこれをねまあ私はもう縄文からそうだと思うんですね長い間日高帝国の時代から。で自然でありたい自然のままで生きたいっていうようなことはね結局生活つまり水の水を常に使ってあの生きるというね それで清潔にするっっていう習慣があったからねだからまあやっぱりそういうことをね世界の人も人もねやるべきなんですよだからイタリアに行くとね風呂なんか入らないんですよまあせいぜいまあシャワーを浴びるわけでねとシャワーなんていうのはどっかもうどっか汚いところが残っていくわけで <laughs> まあこういうとあれですけどねだから私はねお風呂の 励行っていうのは非常に正しかったとねまあそれもちろんマスクはもちろんね基本ですけどはいありがとうございます続いての質問ですそれか何だったっけ集団の統制ですね、はい、これはね集団の統制なんか日本はしてされてないですよだから向こうはねかえってね変にブロックするっていうことを言ってるわけでねあのまあ向こうでね、えー ロックダウンってよく言われるねああいう言葉が日本では支えられなかったで憲法でそういう,、ね、こう特別措置が取れるようにするべきだっていうので憲法改正すべきだっていうのもありましたけどね私は面白いなと結局憲法もあれだけ自衛隊が立派に作られてますから全く破ってるわけですよねですからこういくら規制してもねやっぱり日本っていうのはあの 心自,自分でそれだけね気持ちを持っていけばいいんだという自,自己規制なんですよ。国からの統制じゃないんですよね。これができる国なんでね、これは偉いことですよね。いいでしょう。<laughs> はい、ありがとうございます。うん、続いての質問です。果たたしが日本史に果たした役割 焦燥院などに保存されている希少な文物などを考えるとよそから来るものは基本的に歓迎も保存もするが外に対して野心を抱かないという基本的な姿勢を持って他国と関わるのが日本という国にとっての最適解になるのだろう,だろうかと思うことがありますいかが思われますか、うん、という質問がありましただからね果たしが来たというのはどういうことかというと果たしの他の国でやってきたことを 絶対やらないということですよ <laughs> つまり常にこう嘘ついてね商売してや儲けるとかねそういうことはもう日本ではやめようというその逆そういう経験があったからこそねそれをやらないという方向に <laughs> 向いたと思うんですねだからこここそがね日本の福音の土地だって言ったわけですよで、神がここを残していった でこう日本という国を作ってきた、いたということのおかげをね、知るべきだということなんで。だから逆に日本、日本に理想国を作ろうということは、逆に言うと世界でやってきたことを日本ではやるまいと。そういう覚悟でね。それと同時に、日本を楽しくしようというね。だからお寺を作って祭りをやったりね。 脳のこう役者脳なんていうのは歌舞伎なんか全部この果たしですよね基本的に。だから楽しんで世界を生きようというねそういうことを彼らはね日本でやったわけで日本は私はまあ美術史をやるとねこれ日本ほどね各時代に優れた傑作が出た時代ないんですところがいつの間にかね に近代になったユダヤ人たちはね逆に言うとそれを日本に対するものすごい嫉妬するわけですねでこれは日本っていう文化あるいはドイツなんかの真面目な文化をね潰しちゃおうということで第一次大戦第二次大戦をやったわけですよですからそういう彼らのねちょっとこうまあある種の浅はかさっていうかねそういう部分も 今非常に働いていると思いますね近代のユダヤ人はダメになったんじゃないかっていう <laughs> はいありがとうございます、はい、次の質問ですスサノオのお話が出ましたが日本の神話で格が高いけれども表にほとんど出てこない神々例えばツクヨミなども日本の歴史を反映している存在なのでしょうかという質問がありました、うん ですからねこれは面白いんですよだからあのー、まあ日本日本なぜね「日本書紀」とね「古事記」2つあるかっていう問題だよね。で「古事記」っていうのはねどうも果たし系の人が作ってるんですよね。でだからこそ西洋のね「あのオイディプス神話」みたいなのが出てくるしそれから、まあ「読みの国」なんかはね出てきて。 妙なですよ地獄みたいなところがね珍しく出てきてありして日本はそういうところはないはずなんだけどもだからだから古事記の場合ですね結局そういう要素を非常に入れてで例えばまあこう非常にその砂の,のこう荒ぶる神のところを非常にこう強調しているわけだすね。 まあ高間原っていうねあの場所をつくってまるでこう西洋的な天国をねこうイメージ失礼思わせたりやはりそのあれは明らかに東国のことだったっていうね天照が結局鹿島香取でねこう祀られているわけでもちろんそれのこう 守る、侍っていうかね、その武人がまあ守られてるわけで、竹港の,の神とか竹、えー、まあ、あれですね。だからそういう、こう、もう常にこう守る神っていうものがいるわけですが、そういうものの一つがまた、また、あの、結局彼らをね、守るっていうか。で、この、 まあまさにこの荒ぶる神スタノオがですねそういうカ三シの神に敗れてしまう竹あの国譲りをねあのまあ言われてですね大国主の御子とこれは、まあ、みなあの,スタノの六代後のねあのまあ子孫ですけどそれが国を作っていたの国譲りをこうまああの、えー 天照から言われてですねアマテラスか言われて国譲るわけですけれども武湊の神っていう最後の神が武一の神にやられるわけでね戦うわけで出雲であの戦うわけですがあれもねほとんどこう戦う前にですね私は諏訪に逃げますって言って逃げるわけです。で <laughs> ああいう物語はね、非常にこう彼らの物語、つまりこうハ氏の物語よく知ってないとわからない。なぜかというとスワにはね、このようイサクの物語がねちゃんとあって、それがもうすでに前に来たハタ氏のこう人が住んでいるわけだねで。そういうことを知ってあのスワ神社、えー、の神がいるわけで。 そういうことがね、やっぱり、よく知ってる、二十歳の物語をよく知ってる人がね、古事記を書いた。ということでね。まあ、これはまた、あ、これはまたもう一つの、あの、長い話なんで、この辺でやっときますけどね。<laughs> ありがとうございます、えー。最後の質問です。先生のお話を伺いながら、 子供に提示できる日本史世界史の数史の入門書、教科書のようなものが一冊あれば嬉しいなと思ったのですが、何かお心当たりがあればご教示いただけませんでしょうかという質問があの、まあ自分のあれが言うとですね、日本国史っていうのを書いてるんですね、ここにはないですけれども。あの、これはまあ前に日本の歴史いうのを書いた後にですね、それを 後の研究を入れ込んで日高み国から始めましてねそれを書いてるんですよまあもし読んでいただけるとありがたいね。他のねあ私はね四国史とか他の歴史を見るとみんなあ,のあれが入ってるんですよ。あの,岸場神殿のあれを本当だと思ってあの あの卑弥呼の話がみんな入ってるんですよ。この話が入ってる限りはね日本の歴史にならならいと思うんですねまあ、まあ、どの本が入ってるなんて言いませんけれどもねやはりそれを入れない歴史が必要だとなぜかというと天皇の歴史はあれあんなフィクションを入れてしまうとね困ってあの変わってしまうんですよね。で今までの歴史は全部卑弥呼を入れたために天皇の歴史はなくなってしまうわけですね。 だから、星の歴史でもね、やっぱり、それだけはね、注意した方がいいと思いますね。よろしくお願いします。はい、えー。本日もありがとうございました。